かつて三人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く怒りは激しい。それから時を置かず、魏では曹操が没し、曹丕がその後継となる。曹丕は五冠の帝から禅譲を受けると、自らを魏帝と号した。これを知った劉備は漢の世を継ぐべく蜀漢の帝の座につく。年が明けると劉備はまず義兄弟の仇である呉の征討を宣言。上将となった諸葛亮の制止も聞かず、自ら軍を率い進発した。劉備を守るは張雲、そして義兄弟の忘れがたみ張宝と漢口。体得の悲嘆と怒りは魏領に旧敵を打ち果たせるか。信じる者のため、張飼竜、いざ参る。言っただろう、お前にはまだ早い、本陣に戻れって。私にも実戦の経験はある。張飼、なぜ私を止めようとする。危なっかしいんだ、お前を見てると。なんだかな。もう子供ではない、子供ではいられない。張飼、漢口は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち合いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。そう、漢口、張飼、敵を討つために。
はもはや五の勢力かと。部隊が林へ向け進軍開始。率いているのは関東のようです。何？家計部隊がいざ参る。遊戯殿のどちらを優先すれば。一人で目立つとはいい根性だ。俺が懲らしめてやろう。くれますな。どうしようもねえ。
助立ちくださるか。この俺が相手だ。劉備の劇場は孫悟の治癒の前に打ち砕かれた。蜀の将兵は劉備を守りつつ白帝城へと後退する。戦の中死力を尽くした劉備はそこで病の床に伏した。蜀の諸将と万民が心配する中弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが生きた。己として生き戦い抜いた。大志を掲げ天下万民を思い、時に己の情に従って。だから悔いはない。この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今桃園に誓い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様！諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆を、私たちの陣の志を。将校だろ。辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長、よくとく、どこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ。何か。私たちはいつまでも。